お疲れ様です。ありがとうございます。お願いします。こちらこそ。正直あのチャナが日本で活躍してくれてるのはめちゃくちゃ嬉しいです。まだチャナティップが来た頃は東南アジアの選手が J リーグ特にその J1 の高いレベルでプレーできるのかっていうふうに多少こう疑問に思ってた方も多いと思うんですけど、やっぱりチャナの活躍で東南アジアの選手もしっかりできるんだっていうことを見せてくれましたし、まあ、チャナの活躍を見た東南アジアの他のこれからの選手がやっぱ J リーグを目指したいと思ってくれたと思うんですね。まあ、それはもしかするともっと小さな子どもたちが、東南アジアの小さな子どもたちが J リーグを目指したいなと思ってくれたとするなら、これはもう本当大成功だと思いたいですね。まあ、リーグとして東南アジアの国へのプロモーションはもちろんあのこれからもしっかりとやっていかなきゃいけないと思いますけど、そのスピードが上がるかどうかはやはりその国のスター選手が J リーグで活躍するかどうかっていうところがかなり大きくウェイトを占めているので、まあ、両方やっていきたいですね。常にプロモーションは続けていく、その中でその国のスター選手が J リーグで活躍できるような環境も整えつつ実際に活躍してもらう、多分これができると、まあ、それこそスピードは上がるのかなと思います。J リーグ の, そのフットボールのレベルは相当高いレベルにやっぱ年々来ているとは思います。まあ、もちろ ん, なんか爆発的なスピードとかそのフィジカルの強さとかというところはやっぱりヨーロッパのトップリーグの方がもちろんあると思いますけど、その技術的なこととか戦術的なこととか細かな部分含めて、まあ、サッカーにはいろんな種類があるわけなので、その一つの種類のサッカーということの視点から見ると J リーグはかなり伸びてはいると思います。まあ、あとは足りない部分をどう埋めていくかみたいなことはやっぱここから、まあ、1年2年でできることではないので、5年10年かけて積み上げていけば、追いつくのも時間の問題なのかなとは思います。